バフォーですら多分あの大変と思われるかもしれない。あのよちよち歩きだったのが独り立ちしていくっていうところは大変ですけど、その積み重ねがあの楽しんでるっていうか。山村留学で来てる子たちもその言葉にはできない何かこう感じてることとかそういうのをどれだけこう感じられるかなとか、そこを常にこう大事にしたいっていうかね。今まで嫌なことされてた人にあの1対1で話せた。よかったよ、ね、勇気出してよかったね。もうね、幸せなの。自分のところに来てくれた子でこうやって一緒に暮らしてる子は2人だけど、たくさんいろんな子供と出会って、なんかその人たちの変わっていく姿に一緒にいられるなんてすごい幸せで。まあ結構やっぱり今来てくれてるあの男のこのカイ君っていう子はね、ゆっくり丁寧にコツコツやりたいタイプなんで、優しさが馬にも伝わって、それで自分も癒されて、なんかいい循環が生まれて、彼には馬のスピードがすごいあって、ちょうどこういう暮らしのリズムが合うと思うんですよね。年齢を刻んで7年目にあの8年目に今年になるんですけども、やっぱ自分っていうのを持って常に働き盛りみたいな。朝だよー。大地が作り、太陽が実らせた。ありがとう太陽、ありがとう大地、感謝していただきます。食べ物の皆さんありがとう、作ってくれた皆さんありがとう、いただきます。やっぱ自分の食べたものが食べたものがあって体ができて、最後ここにうんちとして出ていくものが、普通のそうね、水洗トイレとかだったらそのままどこに消えちゃうのかなって感じだけど、これだとおしっこは薄めて、あの田んぼにまくと栄養になるし、うんちも発酵させてから次に土に循環に返すっていう風にすると、そこのまた畑で採れたものが食べ物を口に入ってっていう循環するっていうのが、ちゃんと自分たちでもちっちゃな循環だけど、それが見えるように、感じられるようにコンポストトイレにしています。はい、前すごい繊細な生き物で、気持ちも伝わるし、その距離感とか立ち位置とか一緒に働けるところまで、おじいちゃんたちと昔はもう馬が通るところはしっかり綺麗にしてた。だそういう価値観っていうのがこの60年ぐらいで全く変わってる。でもその人たちが生きているからこそ、来た人たちにも大切なことっていうのを教えてくれているので、前にあったような感じを良くしていきたいなっていうのを、それをコツコツその馬のスピードで一つ一つあの段階踏んであのやっていけたらいいな。暮らしのスピードもうちはうちでやってるけど、うちの中でももうちょっと丁寧にしっかりやって、その村の人たちは子供が宝だって言葉にも言うし、自分の子供だけじゃなく、やっぱ社会を変えるにはまずは自分たちで、次の来てくる周りの人たちって、馬とのつながりでフリーキッズに来たんだけれども、でも一緒によっさんと暮らしながらね、私がインドに28歳の頃行った時に、
ぱり人と牛とかがもう同じ大地に暮らしているっていうのがすごく私にはインパクトがあって、この里山の暮らし子どもたちにも伝えたい。私たちは命っていうのはお父さんお母さんからもらったようでも、もっともっと大きなところから命をいただき、でいただいた命は生まれてくればちゃんと生きられるようにもう全ては与えられている、ね、空気も水もお日様もそしてそこで育つ作物もっていう、なんかその暮らしを生き物と一緒にやっていくっていうのを子どもたちに知ってほしい。でそんな中で子どもたちが暮らしとして体験していく、生きるっていうことをここで体験するっていうことが次世代に残したいもので、それを知っている子どもたちが次世代の子がいるっていうことが、時代がどんなになってもいや自分たちはやっていける生きていけるよねっていうことを知っている子どもが次世代のリーダーになっていくっていう、なんか次世代をこうつないでいくリーダーがこの暮らしから生まれていくんじゃないかなっていう、そこをよっさんがねこの生まれた暮らしで担ってくれてる、うん、そう、大人がとうとうと語るとか教えるとかではなくって、やっぱりその生きていくっていう中に、でそこに言葉ではない思いでこうねつながって動いていくビンコがいてっていうところですよね。それをね、予算だけでなくって、のりたけがいたからできたことで、その暮らしを支えてきて、そして今その家族の暮らしが、山村留学をね、希望する子どもたちにオープンになって、提供ができて、その暮らしを一緒に体験できるって、本当にすごいことだと思うんですよね。自分の得意なことをやって、で得意なところでみんなの力になって、で苦手なところは皆さんに助けてもらうっていう、自分たちも最初はこういう暮らしってやったことなくて、一個一個が手探りでやってきてね、何でもおじいちゃんおばあちゃんに習って、ああ味噌こうやって作れるんだ、漬物こうやってできるんだとか、あそばこうやって打つんだとか、感動してきたものがありながらの積み重ねで、こういうドキドキしたことを他の人にもちょっとでもお裾分けじゃないですけど感じてもらってね、そう、なかなかもうお世話になった人に返すっていうのが難しいんだけど、自分たちがお世話にいっぱいしてもらったことを次の世代の人にね、僕だけじゃダメだし、のりたけがいてできることだし、またそのじいちんも普通に淡々とやってくれてることでうちが成り立っていて、子供たちだってそこで応援してくれてたり、じいじがいるから成り立ってたりね。ね、みんなで幸せになりたいっていうか。だけど自分の親には甘えられなくってもさ、子供を大事にしてる姿とか見るだけで違うと思うんだよね。おお。やっぱり今馬耕米をみんなで作ったり、自分たちの食べるものを1年分作るっていうとか、一緒に作って未来を作っていける仲間を育てていきたいなと。どんどんワクワクして新しい世界に入ったっていう、風の時代という馬耕馬飯を、まあ、一つと柱にできて、こういう人と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 組みたいなって思って、なるべくはね、木を持ってきてくれて、うん、母たちにこれやってごらんって言って小刀で箸を作らせてくれたんですよね、うんうん、すごい楽しくて熱中して、うん、でこの木がもしリンが引いてきた馬飯の木だったら、本当唯一無二の箸になって、これ本当ずっと大事にするよねとか言って、手作り家具って結構なんか高くて、うん、それをただ高いからってお金持ちの人に買ってもらうだけの商売は嫌だなと思って、木切るところから
こう作るところも、ね、体験してもらえたらこんだけ手間がかかってるっていうのも分かるし、一緒に形にできたらいいなと思っていて、子供たちこれ馬鹿知らなければ機械でやってるのが当たり前だと思っちゃうけど、でもつい最近まではここら辺の地域みんな馬鹿もやってたし馬鹿工もやってたし、そういうことがやっぱり あったんだよっていうのと、あっただけじゃなくて今もやってる人もいるし、これからやってもいいんだよ、うん、社会って見るとなんか変えられない気がするけどさ、結局社会って一人一人だから、一人一人が力つけて私は私っていうイエスって生きていけばさ、もう結果変わると思うんだよね。だから私たちは私たちのできることでハッピーなことをどう楽しめるか。だから私はなんか大変でしょとか言われたりするけど、今までのこの道のりは体を動かしたりとか、例えば金銭面で苦労するみたいなのは全然大変じゃないの。ただ一緒に歩いてるよねっていう実感を持ててるかどうかっていうだけがすごく大事で、その人間だけじゃないこの地球の上にいろんな生き物が暮らしてるんだっていうことが本の教科書の中でわかるとかじゃなくて、もう当たり前にいるっていうのがね、そして私が馬好きだからみたいなんじゃなくこの暮らしがあるんだよね。なんだけどなんかここに来た人たちの和らぐ感じがね、やっぱ馬が作ってることは大きいなと思ってて、じゃあ人が一人一人がね幸せそうにその場にいる場を作る一人になれてるっていうのを感じられるのが一番、あ、私が幸せなんだと思った。みんなでこの場を作ってる、その一人に仲間にいさせてもらってるっていう時に、ああいいなーっていう、その時にやっぱビンゴがいて幸せになってる人の笑顔を見ると、やっぱまあ馬の力すごいなって思うしね。一つに重なり合って